ロから57キロに痩せたタタです。今日は皆さんによく聞かれるダイエット中はどんな食事をしていたんですかっていうような質問に答えていきたいなと思います。僕はダイエットをするにあたってインターネット上でいろいろダイエット方法を試して、炭水化物抜きダイエットだったり、サラダチキンダイエット、トマトダイエット、水ダイエット、バナナダイエット、本当にいろんなものがあるじゃないですか。それを全て試してみて、それで出た答えを皆さんにシェアしたいなと思います。僕いろんなダイエット方法を試したんですけど、ある時期全く痩せない時期があって、俗に言う停滞期っていう時期なんですけど、その時に僕が行ってるジムのトレーナーさんにこれやってみたなって言って、それをやったらすごく痩せたっていうようなことを皆さんに教えたいなと思います。食べ物って3つの栄養素に分かれていて、タンパク質、脂質、炭水化物っていうふうに分かれているんですけど、それを何を摂取したら太るのかっていうのは人それぞれ違って、なのでよく言う炭水化物抜きダイエットっていうのが本当一時期すごく流行ったかと思うんですけど、それはあくまで日本人の中の割合が炭水化物を抜いたら痩せる人が多いだけであって、自分がそこに適しているかどうかっていうのはわからないんですね。なのでもし適していないんだったら、いくらそれを頑張ってやっても痩せることができないんですね。でよくそれを続けた人がどんなに頑張っても痩せることができないじゃんって思ってしまうことがあるかなって思うんですけど、それは自分が正しいダイエットをしていないだけなので、その正しいダイエットをどうしたらいいのかって知るのが遺伝子検査っていう検査なんですけど、この検査をすると自分が何に対して太るのかと何を食べたら痩せるのかっていうのが分かるんですね。この検査はどうやってやったらいいのって言ったら、ジムでやってるところもあるし、あとはインターネットで検査キットを購入してやるっていう方法もあるので試してみてほしいんですけど、すごく簡単で、自分の届いたキットに何かこう綿棒みたいなものが入ってて、それを使って自分の唾液を摂取して専門機関に送るだけで簡単にできる検査なんですけど、3000円4000円くらいでできる検査で、すごく効率よく痩せることが僕はできたので、めちゃめちゃおすすめです。もしそれが個人情報とかで怖いなって思う方がいたら、同じように炭水化物、タンパク質、脂質っていろんな食べ物をこう分類して食べてみて、一番自分が太ったものと一番自分が痩せたものを自分で研究して調べてダイエットに生かしていくっていう方法もあるので、本当にダイエット法ってたくさんこう載っていると思うんですけど、インターネットとかでもたくさん見ることができると思うんですけど、どれも間違いではなくて、両方が間違ってるっていうよりも自分がそれに適していないだけなので、本当に自分自身をちゃんと知ってダイエットをするっていうことが大事になってくるので、よかったら遺伝子検査っていうのをしてもらいたいなって思うし、自分自身のことをちゃんとして何が一番自分に合っているのかっていうことを自分で見つけていくっていうのが大事なので、自分に合った食事方法を自分自身で探すっていうことをおすすめします。僕もいろいろダイエットをやっているので、一緒に頑張っていける仲間であったらいいなと思っています。いつも本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。